先輩はですね、祭り勝手に思ってるのね。いやなんか勝手に、なんかそんな正直めっちゃ濃い絡みがあるわけじゃないけど、なんか信頼し合ってるって勝手に思ってんの。なんかまあ生とかさ、こうやったりするじゃん。そうステージの上に立つみたいなことになった時に、まあ、言ってくれるよな、そら先輩だしなみたいな。でそら先輩もまつりちゃんならできるよねみたいなことを言ってくれるわけ。だからなんかこう信頼、なんか言わないけど別にお互いそんな、そうそうそうって思ってる。表でめっちゃ絡みがあるわけではないけど、信頼、あお互い信頼してる感感じてます。あーまつりさ、チョコレートボックスっていう歌ってみたをね一回あげたことがあんの。まずね歌ってみてあげたい、過去また歌ってみた一緒にあげたいなあ、げたいなあ。あーいい感じいい感じ。ロボコ先輩はなんかねお姉ちゃんみたいな風に思ってる。なんかポンコツな姉みたいな。なんかね祭りのお姉ちゃんも結構抜けてるとこがあるんだけどだからね結構お姉ちゃんだと思ってる。ご飯行こうって言って行ってないから行こうって。じゃあこれ行こうって言って言う、行ってないから行こうね、早く行こう。話しやすくてすこ。あずきちさ、いつ何時会ってもしっかりしてて、なんならマネージャーより守護的、尊敬しかない。なんかあエモ曲一緒歌おう、本当にすごいなって思う。なんか逆にさ、まあ表に出るのも向いてるけど、なんか人の管理するのも向いてるんだろうなって本当に本気で思うもん。あずきちに関しては本当に遅刻してんの見たことないよ、マジで見たことない。あずきちとねそら先輩は遅刻してんのマジで見たことない。すげえよ、尊敬やで。いや遅刻しないのが当たり前なんだが、まあ、だとしてもね、こんだけ6年とかやってたらさ、まあ、1回くらい寝坊しちゃいましたとかさ、まあ、なくはないじゃんって思うのね。祭りはすげえって思う、尊敬ですね。え、でもなんか祭りみこちのイメージ、一番人間、一番人間っていう言い方がちょっとなんか適切かわかんないけど、一番人間らしいというか、なんか情で動いてくれるタイプの人だなと思う。あ、人間味ね、人間味だわ、一番人間味がある。いや他の子もそりゃありますけど、あのね優しい、他の子ももちろん優しいけど、みこちはねマジ結構ねレベチ、なんか本当にめっちゃ優しいの。え、わかる？そうなんだよ、ポンコツだけど愛され、妹っぽいけど結構面倒見がよくて、なんか結構声かけてくれたりとかするタイプなんですよね、みこちって。なんかそういうとこが本当に好き本当に好きなんだよね。そうそうそう、意外に周り見えてて、まあ、意外でもないかもしんないけど、みこちゃんリアル長女だからね。だからあれか、周りを見る力があるんだね。でもさ、祭り一回ね、みこちとポロリーグっていうなんか学力を試すイベントがあったんですよ、めっちゃ前の。それで祭りみこちに負けてるから
一旦ね、そろそろリベンジしたいんだよね。あ、あとね、まつり五目並べやったことないから、みこちに押し出し。五目並べだっけ？うん。ちょっとね、五目並べ。やってみたいですね。って思う。スイちゃんはもう、ほんとにすごい。あ、実は、もつり、尊敬してる人、星松彗星なんですよね。じゃ、歌うまキャラとかじゃない。まつりが目指してるとかじゃなくて、なんだろう、行動力と、発言の、芯のある感じが、ほんとにすごいなと思って。だし、発言のさ、芯ってさ、やっぱそのバックが大事じゃん。その、歩んできたバックというかさ、なんかそのスイちゃんはそんだけ言えるくらいの実力と努力があるから、なんか生き様が本当にかっこいいなと思うわけよ。その私はこういう道でやっていくからっていうこの芯の太さ、だ それがね本当にね素敵だなって思う。祭り結構そのうわあれ面白そうあれ面白そうみたいなフラ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 っていうタイプだから、そういう一本でこう絞ってねやっていけるのが本当にかっこいいなと思うから、祭りの生まれて初めて言ったけど生まれて初めて言った、ちょっと恥ずかしいからさあんま言いたくないんだけど、人生において尊敬する人は誰ですかってなったら星野水星なんですよね。はずビビデバ過激派なので、星町以外、あ、以外の聞けないこれガチ、うん、これガチです、許してないからだから、うん、しかも歌枠でリクエスト来ても祭り歌わないからねいやあれは星町彗星が歌うからいいのであってっていうからね、絶対に祭り歌わないから